どうも、サトルです。可愛いんですけども、すごく悪質なウイルスをパソコンにインストールして実験してみました。さて、パソコンがどう壊されていくのか、今すぐ見ていきましょう。やばいです。クリックをして実行というボタンを押したら、もうおしまいです。ウイルスって怖いね。はい、本日はウムズというウイルスをインストールしていきたいと思います。まず、このフォルダを開いて、そしてエグゼファイル起動してみます。なんかいっぱい実行ボタンが出てきました。なんだろう。待って、猫が走ってる。何これ、あっという間に PC が死んだんですけど、なんだ、半端ねえぞ。何にもできない。あ、マジか。いや、これやばいよ。感染した仮想 PC、 もう一回起動してみます。さあ、どうなるか。あー、完全に死んだね。なるほど、もう終わったな。え、こんなにあっという間に PC 死ぬの。さて、ウイルスのインストール、もう一回リトライです。はい、これで開いていきたいと思います。うい、怖い。うわー死んだ。あっという間にぶっ殺されるんだな。うわー、やべえ、これ恐ろしいよ。うわー、すげえ。ということで、超めっちゃ恐ろしいウイルスでした。まあ正確に言うとトロイの木馬ですけどね。ほんとねー。皆さん、リアルの PC をぶっ壊して親に怒られないようにしてくださいね。ということで、いかがでしたか。あーって可愛い感じのウイルスなんですけども、結局 PC がぶっ壊されるというね、やばいものです。恐ろしい、トラウマですよ。ブーって、あれ、リアルの PC でやったら俺もう泣いちゃうね。泣いちゃうよね。皆さん、あれ一個の希望で人生がひっくり返っちゃうかもしれないんで、気をつけていきましょう。パソコン壊れたら俺仕事なくなっちゃうな。ということで、こんな感じで危険なものを取り扱うでした。では動画が良かったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録お願いします。コメントもお願いします。では動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。おしまい。